剣の幕を引く男なのか。手加減はなしだ。殺すつもりでかかってこい。行くで、キル。久々の喧嘩、手加減しませんよ。おい。
残ったのは俺たちか。ああそうやな。冴島、悪く思うな。お前とは本気でやりようてみたいと思うとった。行くで、キリュウ。どないする気流、そろそろどっちが倒れてもおかしないで。ああだがやるしかねえ。黒幕がやってくるまでまだ喧嘩をやめるわけにはいかない。そうやな。行くで。その必要はねえ。ああ、おああ、やっぱり東京に来てくれたんだな、キリュウ。あいつなんでここに。お前は府警四課。違う、あいつはデカなんかやない。あれはうちの親父。親父？まさか。そう、彼がこの事件の黒幕。七代目近江連合会長黒沢翼本人です。あいつが近江連合の会長。今度は足か。やっぱり距離があるとうまく当たんねえな。くそ。おっと、まだネタバラシが終わってねえ。しばらくじっとしといてくれよ。四代目、弾はあと二発入ってる。話を聞いた後、今度はちゃんと頭打ち抜いてやるからよ。どういうことや。これどういうことなんや、親父。お、その様子じゃ全く気づいてなかったようだな。
お前を若頭にさせた甲斐があったってもんだぜ。組織のナンバー2がお前みたいなバカなら、その下の連中を騙すのも簡単だからな。親父。まあそっちの色男は気づいていたようだがな、勝也。何なんだお前の目的は。俺ら東城会側の人間を殺す理由はわかる。だが渡瀬や加瀬はお前の子分だろ。なのになぜ子分こいつらが。あいにく俺はもっとドライでね、俺が七代目になった時からずっとこいつらを子分だと思ったことなんてなかったよ。なんやと。それが親父分の言う言葉か。手駒さ、こいつらは花から手駒、今夜ここでお前らと一緒に死んでもらうために利用しただけだ。まあ捨て駒にしちゃよく働いてくれたがね。おじい、教えてくれ。俺らんことけなすのはかまへん。せやけどあんた一体何がしたかったんや。渡瀬の兄貴。ほら今めっちゃ寂しいね。俺はあんたの命令やったらどないなことでもやってきた。あんたを担いで日本一の子分になるんが俺の夢やったからや。せやのに、なんで何も相談してくれへんかったんや。ああ、親父。それだよ。お前の魅力が邪魔だったんだよ。何やと。コビも売らなきゃ計算もしねえ。てめえの好きなように暴れて好きなように動くだけだ。だがそれでもお前の周りには人が集まっていく。お前の魅力に引きつけられてな。勝也にしてもそうだ。着飾って見てはいるものの、やり方は渡すと同じ。てめえのカリスマだけで組織が動くもんだと思ってやがる。俺はな、お前らみてえに泥も飲むことなく、てめえのカリスマだけで綺麗に極道やってるやつが大嫌いなんだよ。親父。いいか、ヤクザってのは所詮バカの集まりだ。だが組長ってのはそんなバカども操ってなんぼだ。いくらてめえにカリスマがあったところで、そのカリスマに群がったバカどもは組織にとってはクズにしか過ぎない。知恵のねえヤクザはただのゴミだ。お前らのやり方じゃこのまま極道社会がゴミだめになっちまうんだよ。強いやつと喧嘩したい、親友を守りたい、夢を託したい、命を張りたい。お前らが夢を語れば語るほどその夢にバカが群がっていく。だがそのバカは金も稼げない大バカ野郎たちだ。これ以上お前らがいるとな、目障りなんだよ。まずはお前からだ。死ね。よかった。かっちゃん。おい、かっちゃん、しっかりせよ。おい
んでやかっちゃん、なんで俺のこと守ったんや。おい、だって兄貴がいなかったら近江が八代目ついてくの、さい必ず。わかった、わかったからするな、赤ちゃん。おい、かっちゃん、おい、かっちゃん。許さねえ。お前だけは絶対に。今からそっち行って決着つけたるわい。決着か、バカらしい。そんなボロボロの体でよくそんなセリフが吐けたもんだな。まだ弾は一発残ってる。先に死にてえ方は手を挙げろ。なら俺が死のうか。一ヶ月ぶりですかね。黒沢会長。堂島大吾。大吾、お前どうしてここが。福岡で青山の裏切りに気づいた後、ずっとあなたのことを追いかけてたんでね。少し時間がかかってしまいましたが。追いかけるだと。ええ、名古屋でうちの安住と近江連合の高知が殺されたことで確信しました。今回の一連の騒動、東条会の地方組織との杯交渉、それを阻止しようとする近江連合という敵対構図があるのか。なぜか名古屋では東条会と近江連合の両幹部が殺されるという事態が起こった。これまで実態のなかった名古屋組が急に動き出したのには何か理由があるはず。それを探る必要がありました。じゃあ名古屋で品田っていう元野球選手使って名古屋組のことを調べてた男ってのは。俺です。名古屋組を背後で動かしている人間は誰か、それが分かれば今回の騒動をコントロールしようとしている人間も誰か分かる。そういうことです。おかげでこうしてあなたにたどり着くことができました。なるほどね。どこで俺が怪しいと感づいた。あなたに病気のことを聞かされた時です。なんだと。あの時確かにあなたは顔色も悪く体を壊しているように見えた。だが目だけは違った。あの目は何か大きな仕事をする前の男の目。余命いくばくもない人間のものじゃなかった。目は嘘をつけなかったってことか。じゃあなんでお前は俺が怪しいと踏みながら地方の組織と杯を交わすような行動に出たんだ。ろくな結果にならないことは分かっていたはずだ。こっちはこっちでいろいろあってね。組織は一度大きくなりすぎると海がたまる。その海を一掃するにはいい機会だと思いましてね。真島さんと相談し、あえてあなたの描いた絵に乗ることにしたんですよ。お前の目的は東条会に入り込んだ裏切り者の一掃ってわけか。俺はあんたと違って目先だけを見ているわけじゃない。もっと遠い未来の東条会のあり方を考えてるつもりなんでね。そのためには一度どこかで全国の極道組織の長と面を突き合わせなきゃならない。いい勉強させてもらいましたよ。さあ会長、
難しい話はこれで終わりにしましょう。あんたと俺が殺し合えばそれで全ては終わる。病気の話が本当なのかは分からないが、どちらにしろ行く先短い命なんでしょう。何のことだ。このビルにあんたが登っていくのを見たとき確信しましたよ。昔のあんたならこんなやり方はしなかったはずだ。堂々と向こう側のビルの屋上に姿を現し、彼らをその手で殺したはず。だがあんたはそうしなかった。キリュウさんたちと直接戦うことを恐れたからだ。今の自分に彼らとやり合えるだけの力はない、そう思った。違いますか、黒沢会長。お互い3万人の組織の頂点に立つ人間としてふさわしい引き際にしましょう。サンズの川を渡るくらいまでは肩貸しますから。おい、何やってんだ大吾、やめろ。桐生さん、冴島さん、後のことは任せましたよ。大吾、お前、これでやっと俺も六代目って胸張って言えますかね、桐生さん。なぜ狙わないんだ。選んでください。せめて極道らしく自分自身でけじめをつけるのか、それともこういう形でしかけじめを取れないのか。選んでください。さあ。あいにくそのどちらも的外れな選択肢だ。そうか。どこまでも甘い男だ。情けなんぞかけたら命取りになるぞ。工業の、なんでお前がそこにおるんじゃ。カナイ、お前勝也を裏切ったのか。大吾、大吾、キユ、話してくれ。大吾が、大吾が。とまあこういうことだ。ふざけるなお前、どこ行く気だ。今からそっち行ってぶっ殺してやる。まあいくらお前が叫んだところでこいつは助からない。それより今後の心配をしたらどうだ。例の可愛いお嬢ちゃんのこととかな。はるかの、お前はるかに何しよってんだ。おい答えろ。答えろ黒沢、答えろ。おい黒沢、黒沢。
飛竜、どうしてなんだ、どうしてそれが来るとこうなるんだ、どうして誰かが犠牲にならなきゃならないんだ、なんでだ、なんでなんだ。はい、そう、そこで、はい、もっと腕を開いて、え、違約金なんですかそれ。せやから明日のコンサートはうちの都合でキャンセルになったわけやないって何度も言うてるやないですか。へえ、そうです。たとえ明日のコンサートがキャンセルになっても絶対近日中に東京で沢村遥のライブイベントやりますんで。ええ、はい、ほんなら。山浦さん。ああ、ごめん、練習中に。また問題発生？うん、明日のイベントの衣装を頼んでた業者から、イベントキャンセルするんやったら衣装を提携してたブランドへ違約金払えて、まあ人の足元ばっかり見て、東京の業者はむちゃくちゃやわ。確かに厳しい状況ですね。明日のイベントの契約をまとめていたのはパク社長だったわけですからね。そのパク社長が亡くなったのをいいことに吹っかけてくる業者もいるでしょう。ただでさえイベンターからの一方的なキャンセルで、こっちはあたふたしてるっちゅうのに、しかも理由が大阪芸能の方が条件がええからって、そんな理屈はありえへんやろ。でも山浦、このままでは遥もかわいそうです。近いうちに東京でイベントをするにしても、舞台の構成や場所が決まってないことには練習にも身が入らないでしょう。大丈夫です。私、それより一つ気になってることが。何？社長が生前この手紙を？別れた旦那さんと明日のコンサート終了後に会う約束をしていたみたいなんです。20年ぶりの再会ですか。社長もロマンティックだったんですね。多分社長にとってドームでのコンサートは一つの区切りみたいなものだったんだと思うんです。私